すいません、トコペンさんですわ。あ、すいません、トコペンさん人違いですか。めっちゃ寝てるな。すいません、おはようございます。トコペンさん、トコペンさん、朝っすよ。トコペンさんですよ。え、鳴らない鳴らないお前これ撮るんだよ。そう言ったじゃん。だからね、言ったよね。ダメだ。寝てるんですかね。トコペンさんですよね。トコペンさん。トコペンさん。おはようございます。ちょっとタコさん、何？おはようございます。あ、何？すみません、ヨネックスのものなんですけど、ちょっとお仕事お願いしていいですか？何時？え？何時？5分時。言えるよね。いえ、ちょっとタコさん、お仕事なんで、え、仕事？はい。お仕事です。なんだよ。お仕事です、お仕事。寝てる場合じゃないです。ナイキ？ナイキじゃない。何これ？ナイキじゃない。ナイキじゃないでしょ。ナイキじゃない。ちょっと待って。はい、これどうでもいいんですか。まず一つずつ整理させてもらうと、まずお前誰？でその後に俺今寝てたぞ。絶対起こさないでください。書いてあります。なるほど。はい。で何？でちょっとヨネックスのものなんです。お仕事をお願いしたいんです。何？ちょっと新しい。お仕事と。YouTube 撮影。あ、企業案件のこと？企業案件。500万。企業案件。え？何？再生回数で多分500万いきます。5万再生。で何？で、ちょっと新しいのを持ってきた。あ、新しいの？新しいです。持ってきたんですよ。これ何使ったの？知らん？うまいし。名前が G スラッシュ。違う。懐かしいだけでした。G スラッシュないの？ G スラッシュない。違うの？あ、そうか。ビクター。ビクターじゃない。違う。よくない。アストロックス88。S プロ、D プロ。そうです。これ何が違うの？ S プロは、どちらかというと前衛向きのラケットです。D プロは後衛でスマッシュバン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 。そう。コンセプトはそれ。S はスリムで D はデブじゃない。そうなの。D か。D。え？違う？いや、そうです。いや、あ、でこれまず試打してみたいな。そうですね。でこれ視聴者プレゼント？違う。違う。早いです。ちょっとそれはいいかな。皆さん紹介します。僕のヨネックスの射程です。はい、大変なね、タオケン担当という大変な枠をやらされている吉高君です。はい、みんなヨッシーって呼んでください。よろしくお願いします。ヨッシーです。頑張っていきましょう。ぜひお願いします。じゃあこれ紹介するので、はい、お願いします。確定ね。確定です。あ、分かった。じゃあ請求書送っとくから。500万で。250万。僕の出演料は。え、お願いしてきてるよね。お願いしてきてるよね。なんで？あ、そうだ。なんで？すいません、すいません。じゃあ、まあ、頑張って撮っていきましょう。はい、行きましょう。あ、違う。揺れたな。揺れたっすね。はい、真面目にやるんだよね。はい。じゃあ、はい、ナイキのラケット紹介していただきます。ちゃう。あ、そうです。これ一応両方打っていけばいいのかな。両方お願いします。じゃあまずドライブからいきます。じゃあ最初はデブの D からいきたいと思いますね。はい、どうぞ。はい、まあ、なんかもうこれ持った感じ、まずちょっと多分ヘッドが重くはないんですけど、バランス的に言うとこっち軽いです。
こっちの方が重いんですけど、今まで使ってきたラケットよりはここはそんなに重くないです。でもバランス的に言うとこっちは重め、ヘッドが重め。だから俺は多分そんなに嫌いじゃない。普通に多分ドライブいいのに来ております。いいね、え、いいね、ガットもいいね。え、ちょっと待って、これは D でしょ。点数でいきます。 D ドライブ85点。次 S いきます。 S ドライブ、ああ、わかりました。 S の方が、すいません、多分他のショットが良さが出てくると思うんですけど、多分 S の方が球走んないです。実際はどう？ S の方が球走んないです。実際はどう？どっちが光栄よ？ S、D？ D が。あ、だったらまあ合ってる。多分感覚的に、俺の感覚ずれてねえよ。こっちの方が球いかないです。多分そのプッシュとか、ね、ちょっとこう、小技的なのは多分 S の方がいいんじゃないかなっていうイメージ。だから次、ドロップから。で最初、全部変えた方がいいね。最初 D から。で、D いいよ。D。D やる。お前喋れ。デブありっすか。うるせえ、 D あり悪くない。うん、うん、うん、 D いい、 D 感じ。俺使うなら D だ。俺スキルあるから、うん、まあまあうまいっすね。バドミントン、バドミントンまあまあうまいっすね。2人目だろ。よし、ちょっとやった。うるせえ。 S ね、次 S。 あー、これね、やっぱりやってみた感じ、 S の方が上から打つ球はあんまり良くない、良くないっていうか D の方がいいです、うん、っていうパターンになってくると、多分 D が今度下から打つ球なら今度多分 S の方が良くなる。 D の方が多分打ちづらくなるんで、ちょっとそれやります。まず D から。はい、次ロブ、ロブ、あー、これ D 売れるよ。 D これ売れる、うるせえ。D これ売れる、これ D 売れる、 D 売れる、ちょうだい、はい、D ね、 D。 え、今まで使ってきたラケットで言うと、多分上から打つ球っていい球は下からちょっと微妙だったイメージあるんですけど、 D あんまそれない。 D 上から打っても下から打っても結構いい感じ。はい、じゃあ次 S、うん、やっぱり下から、うん、このね、このさ、このね、なんて言ったらいいのかな、この表現、このね、お前らみたいに浅はかにバドミントンやってきたやつに分かるか分からないけど、この発言が、 S の方が下から打つ球は捕まります。捕まえられるって分かんないよね、君たちに。なんて言ったらいいのかな、乗る。ああ、分かりやすい。乗りやすい。だからコントロールしやすい、下からの球。やっぱり今もやっぱりスッと乗るわけよ、 S の。ちょっと手投げ長めに乗るね、こっちの。あ、ただネットとかこっち、あの、もう下から打つのは S です。うん、 S、 これはもう絶対めっちゃ捕まるから乗るね、こっちの。ネットとかこっち、あの、もう下から打つのは S です。うん、 S、 これはもう絶対めっちゃ捕まるから。これ何、前衛に向けて出したの？前衛向けです。これ売れるね、これ売れるんじゃない。じゃあ次これ D。 じゃあ今度はクリア行きましょう。クリア、それはもう絶対圧倒的です。絶対 D だよ、圧倒的 D。 あ、こっちか。
おお、もう一回。次エースいきます。エースの方が多分飛ばないんじゃないかな。近くねえおばさん、大丈夫。いや、それ、タコさんが太ってるから近く。うるせえ。やっぱり S の方が捕まりすぎちゃって上からやっぱり弾いて押し出さないといけないんだけど、その分捕まっちゃってるから行きづらいです、上からの球。 D の方が、僕が使うのは断然 D、 断然 D。 なんでかというと、じゃあ D が下からの球コントロールしづらいですってなってきた時に、下からの球は僕技術あるんで打てちゃうんですよ簡単に言うと。でもさっきさ S ネットとか良かったじゃん、ロブも良かったじゃん。じゃあ D でやってみよう。はい。でもちょっとギなんて言ったらいいかな、 D の方が下からの球ちょっとコントロールしづらいと思う。真横来て、D の方がやっぱこう弾いちゃうね。ほらそれを技術がほらね、これ難しいよ。 D の方がおっと、D の方が難しいから、タオケみたいに技術がある人は手で打たないんですね。体を使って打つんです。体を使って打てばそんなにコントロールはさほど難しくない。ヨッシーの方はヘアピン上手いんじゃないですか。やるかお前お前やるかやられるかだぞあ、今みたいに、これまたラケット紹介とは別なんですけども、彼みたいにいいショットを打とうとするとミスが増えます。それミス回避できてません。以上え、しっかり体を使って、あ、今の言いたかった、今の見栄え的に言いたかった、ね、まあ簡単に言うと、もうちょっと打っただけでもう見て、もう感覚がやっぱちょっとやっぱなんていうのかな、一般ピーポーと違うんですよはい、それしょうがないね。これもう感覚がもう、わかりますちょっと、なれ、もうちょっと使っただけ、ほら見て、わかります、もうこれなんですよ、これがまさにレジェンドで、あの S ね、これ今使ったら D なんで、今どんどん感覚掴んでたのわかります。うまいっすね。ヨネックスのゴリラさんゴリラ、僕はバドミントン界でゴリラなんでやっぱ S の方が捕まるんで、今みたいに慣れる前にいいのが結構やっぱ捕まるから、ね、うん、なんだよそのわけわかんないさ、そのなんていうのかな、なんていうのかな、なんかバドミントンで苦労してきてない人がたまにするネットイン。ほら、あ、そう苦労してきた人がするネットインはちょっと違うよ、ネットインの仕方が。ただやっぱ S の方が打ちやすいですね。わお。わかります。すいません、うますぎて参考にならないから。ね。ちょっとプッシュ。D から行こうか。ごめんね。D の方がやっぱ弾いちゃうから長く出ちゃう。S の方が絶対に捕まるんで、前衛レシーブタイプ、力なくて球作ったりとかっていう人は断然 S です。で、上から打ちたい人、いや、まさにだからコンセプト通りじゃない？コンセプト通り。ごめんね。うまいな。あ、どこ行った？S ですね、前衛は。ちょっと、よし、ディフェン。こっちの球も絶対 S の方がいいんで、D だと結構クロス。
あ、ごめん。疲れてきたよ。疲れてきたよ。疲れてきたよ。あー。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。あー。あ、やっぱ S。ディフェンスはやっぱ S。わかりましたね。もしやってねえや。一番の醍醐味。もう、こんな、もう、ここまで言ったらわかるし、確実に D です。確実に D が走る。おせえみたいな。絶対に。疲れてます。そう。まあこんな感じ。どう？まあ今人通り打ったでしょ。人通り打ったでしょ。しました。うん。いや結構ね、意外にいいやつ出てます。あんまり俺悪いものは悪いっていうのはっきり言って。はい。今俺が一緒に打ってた人ははっきり言ってカスです。それは別にいいんだけど、今回は。重要なのは打った人じゃなくて打ったラケットが重要なの。はい。まあカスとか言っちゃダメだよね。そうです。そうでしょ。絶対起こさないでくださいっていう男起こしてくるやつなんで。はい。で今回ラケットで言うとやっぱりさっきも言ったように上から打つ球は、まあ、断然 D ですね。断然 D。でも下から打つ球は本当に断然 S です。でここら辺がもう僕から正直もうぶっちゃけ言わせてもらっていいですか。ね。ぶっちゃけがしまっていいですか。このラケットが戦前で言われてるんですけど、ぶっちゃけがしまっていいですか。ね、いい加減融合したの作れと。え、S と D でね、カスピー倍にするんじゃなくて、ね、いい加減なんか上からは D の下からは S の性能のやつ作っ、それが多分アストロックス、あの 100ZZ とかなんじゃない？多分その割合なのか。でもあんまりあれ上から行くとイメージないんで、この D。D、これかなりおすすめです。はい。まあ、ちょっとあの最後エンディング撮るんで、はい。ちょっともう一回外に行きましょう。裏こい。タオケンが使うんだったら断然 D です。うん。でもレディースさんだったり、ちょっとこう力がないとか、例えばさっきも言ったけどね、前衛が中心でちょっとこうゲームの展開をこうゲームメイクする立場の人は S でもいいかな。だから何が言いたいかというと、打ちやすいのは S なんですよ。これ皆さん勘違いしないからですね。タオケンが打つのが、タオケンが使うんだったら D って言ってますけど、打ちやすいのは S ですよ。はい、打ちやすいのは S です。でもやっぱりこういうね、例えば新しい新商品だったりで、やっぱり当時僕が試合出てた時とか求めるものっていうのは、やっぱりその自分がフルで打った時に球速が10キロ上がったりとか、うん、例えば打球感が重くなったりとかっていうのを生み出してくれるのは D です。え、どう？真面目に宣伝してない？どう？めっちゃ疲れます。ありがとうございます。で、これがアストロックス 88S プロと D プロ、はい、必ずこの場を持って、今ちょっと許可出てないんですけど、必ずこの場を持ってこれを僕が動画にすれば絶対的に叶うことが1個だけあります。絶対必ず僕へプレゼント企画します。はい、はい、もうその時期はね、おいおい見てですけど、はい、もうあのうちの射程がやるんで、すいませんっつって、ね、本当に皆さんのために。だってさ、宣伝しました、皆さんの手に届くチャンスがなかったらやって意味だから。え、何稼ぎたいだけみたいな。いやいや、そうじゃないでしょ。そうじゃない、ね、これ何のためにやってるの。みんなのためにやってるでしょ、はい、うん、でもこのラケット、前回やったのなんだっけ、800プロ。なあれ、もともとはナノスピード、ナノフレア、ナノフレア、ナノスピード、懐かしくね。この名前はチタンテン。あ、違う。懐かしい。あれも良かったけど、はい、まあ、あれに打球感が似てるのは D かな。でも D の方が、あのラケットよりも上からの球が行きます、イメージ。はい。僕は絶対に D。これね、本当、革命起きるかもしれない。これ、D。
S はわりかしあったんや今までも。言い方悪いけど、でもそれよりもさらに捕まるよ。捕まる、捕まって意味わかる。あの、あっちの捕まるじゃないから。で、ちなみに俺捕まってない。捕まってなかった。お前ふざけてた。捕まっ、おいやめなさい、お前。あの、君たちね、あの、バックに守るものがあるんでしょ。ね、会社という。私はね、あの、個人でやってるんで何でもいいんですけども。ね、大丈夫ですか。うまくやってくださいね。で、まあ今回の紹介なんかこれで終わるけど、逆になんかある？例えばだけど、あの、発売はいつ？4月上旬に。で、この動画が出るのは2月23日。で、4月までみんな我慢するよ。先行予約とかあんの？先行予約とかは特に、まあ、お店さん、お近くの、全然やるよ、お近くのお店さんに行っていただければ、まあ、まあ、俺は使ってもらうのはありだと思います。で、ちなみにこれいくら？3万ぐらい？3万超えます。最近のやつでも大体超えてるんでしょ。値上げしすぎ。シャトルにしても。そうだそうだっつってる人いるな、こうやってね。いや、よかったです、本当に。今回この D、 僕は D が好き。でもごめんね、これね、言ってること超矛盾なんだけど、 D が好きなんだけど、もう僕はあの試合とか出ないじゃん。普段使うのは多分 S です。ここがちょっと深い。試合で勝ちたいね、ちょっと力を借りたいってのは D。 でも普段の打ってる感じ、打ちやすいね、ノック上げます、レッスンとかやってるけど、はい、そういうだったら多分 S です。こう難しい。じゃあ S の方がいいじゃんっていうことじゃない。これが多分俺にしかできない発言になるんで。難しいです。え、難しいです。難しいでしょね。大丈夫、お前最後映っとく。いや、大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。リスク回避。まあね、ちょっと長くなっちゃいましたけど、これでね、アストロックス88の D と S ですね。プロか、はい、88プロ、あ、88 D プロ S プロか。そうです、はい、紹介を終わりたいと思います。で、僕が今回使ったのは 4U です。はい、3U と 4U があるんでね、 3U だともっと重いんで、 D とかやばいことになると思います。はい、で、逆のことだと S ももう少しだけ重いかもしれないけど、もう少しだけ球が減るかもしれません。はい、これはちょっとね、僕試してないんで分かんないんですけど、僕は今本当ありのまま思ったことありのままね、言ったまでなので、はい、信じてもらえる人は使ってもらったらいいと思います。大丈夫ですね。はい、はい、じゃあ今日もこの辺で動画紹介終わりたいと思います。よいしょ、よいしょ。